はい、どうも、慢性腰痛専門整体院青葉院長の石島です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日もですね、皆さんにですね、腰痛に対するですね、ヒントだったり間っていうところをお伝えしていこうかなと思います。はい、今日もですね、あんまり口が回っていませんが、しっかりとお伝えしていこうと思います。はい、で今日はですね、体をですね、立つときとかですね、体をこう起こすときにですね、腰が痛いという方がいらっしゃったので、その人のですね、どこを見たかというところをですね、お伝えしていこうかなと思います。はい、ということですね。でですね、やっぱりですね、皆さんですね、やっぱ体が、起こすとき、あとは立ち上がったときですね、体がこう伸びるときにですね、腰が痛いという方が結構多いんです。うん、なので、椅子からね、すぐ、立ち上がったとすぐ動き出せなくて、困ってしまうという方も結構いらっしゃいます。はい。で、そこでですね、どこを見た方がいいのかというところなんですけども、はい。まあ、腰があってですね、骨盤があって、背骨があって、肩甲骨がありますよと。で、大体ですね、皆さん、結構この辺が、痛いことが多いんですけども、はい。で、この方ですね、腰が痛いということでですね、やらせてもらったんですけども、どうしてもやっぱりこの、背骨のところですね、筋肉っていうのがカチカチになってるんですね。カチカチになってます。うん。で、やっぱりですね、ここをですね、マッサージしようと思ってもなかなか難しくてですね、まあ、体がこう起きた状態、立ってたり座ったりするとですね、やっぱりこの筋肉っていうのはどうしても働いてしまう筋肉なんですね。働かないとむしろおかしいんですけども、働きすぎちゃってることがやっぱり多いんですよ。っていうのも、やっぱりこう前かがみであったりとかですね、姿勢が悪かったりすると、ここにですね、すごく負担になってきてしまいます。負担になってきてしまいます。はい。なので、姿勢がですね、やっぱり崩れていたりとかするとですね、この腰痛の原因っていうところになってくるかなと思いますのでですね、皆さん座っている時も、立っている時もですね、自分の姿勢がですね、どういうふうにあるかっていうのをですね、ちょっと気をつけてもらえればいいかなと思います。はい。で、今日やったところはですね、ここの腰の痛みなんですけども、はい、腰方形筋という筋肉を見ていきました。腰方形筋という筋肉ですね。はい、これがですね、結構背中の方にありまして、なかなかですね、触りにくい筋肉なんですけども、この青いところですね、これが腰方形筋となっています。うん。で、骨盤の動きとかをですね、やるような筋肉なので、まあ、腰あたりをですね、よく動かすような人、あとはやっぱ姿勢が悪くて負担がかかっている人っていうのは多いです。で、ここがですね、何にもやってない状態なんですけども、この間なんですよ。これ、このちょっと青いの見えますか？はい。背中から触ろうと思ったら、このちょっと青いところですね。これ。このちょっと青いところを触らないとなかなか触れないので、自分でやるのは少し難しい筋肉になってきます。はい。ですけど、背骨の筋肉があったら、ちょっとその外側ですよね。外側を、硬いところをほぐしてあげると、またこれがちょっと痛みの方で変わってくるんじゃないかなと思います。なので結構腰が痛くてですね、こう腰を当てながら歩いてる人とかいらっしゃると思うんですけども、それ無意識にこうやってるんですね。無意識にここがやると楽っていうのが分かってるんで、ここを勝手にほぐしてるんですよ。うん。それが、ここ、腰方形筋っていうところが当てはまりますので、皆さんもですね、立ち上がるときにですね、体を伸ばすのが痛いっていう方は、ぜひですね、ここをですね、少しほぐしてみてください。はい。それでですね、痛みが和らぐんであればですね、あなたの腰の痛みの原因はこちらになりますので、ぜひですね、ほぐしてみてください。はい。はい、それでですね、本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日のですね、動画ですね、いいなと思ったらいいねボタンを押してもらってください。
はい、あとはですね、毎日のようにですね、こうやって動画をですね、上げていきますので、チャンネル登録をしてですね、皆様の腰の痛みってところですね、少しでも自分で軽減できるようになっていければいいかなと思います。はい、それでは動画をご覧いただきありがとうございました。